じゃあちょっとこのノイズの取り方を今からご紹介したいと思います。で、使うのはこれ、ここです。ディテールと言われているところです。はい、テキストはですね、17ページの方に入っております。はい、17ページです。はい、でまずディテールっていうところをクリックしていきますね。はい、で、まあ、コントロールを押しながらですね、コントロールとスペースを押しながら画像をクリックして拡大してくださいっていうのは今しましたんで、この状態ですね、拡大しました。じゃあ丸2番からいきましょう。丸2番いきます、はい、丸2番は言っちゃダメですまだでした。丸1番からですね、はい、ここだね、3行目下の項目であるノイズ軽減の、輝度をですね、画像のシャドウ部分を見ながら調整してくださいっていう話です。ここっすよね。なんでこれシャープと一緒のところにこのディテールっていう体で入ってるのかっていうとですね、後でこれ分かってきますんで、はい、今はちょっとね、隠しておきますけど、後で紐解いていきます。とりあえずノイズ軽減っていうのを減らしてください、上げてください、軽減をねしてください。で、この軌道ノイズっていうんですけど、軌道をグーッと上げることによってここはツルツルになります。じゃあやってみましょう。とりあえずいきますよ。はい、今回30ぐらいやりました。どうですか、先ほどと比べてちょっとツルツルになったっすよね。で、これプレビュー、ここでね、プレビューを押していただくと前のほらザラザラが出てくるんです。で、もう一回プレビューを押しますね。今のやつ分かります？ね、なんでここはね、何回かやっていただいて、で僕基本的にすごい感度上げない人なんですね。上げても400とか、いやもう本当どうしてもない、どうしようもないっていう時800ぐらいしか上げないので、基本的にノイズってあんま出ないんですけど、出なくてもやっぱりこれぐらいノイズが出ちゃうんですね。はい、上げてなくてもね、ローデータは。はい、じゃあノイズを削除することができましたが、ノイズを取るってことはやっぱりぼかすわけじゃないですか。つぶ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 をぼかすわけじゃないですか。ぼかすのでどうしても被写体までぼけてしまうっていうのが、まあ、当たり前の内容ですよね。はい、なのでノイズの点点点を取るためにぼかすので、被写体っていうこういうエッジって言われてるところですね、エッジまで少しですね、モワンとしてしまうんですよね。そういうのを直してあげると言いますか、取ってくれるのがですね、これシャープですね。はい、なのでノイズでぼかしてシャープで引き締めるっていう状態ですね。なので一緒のところにあります。本ですか。じゃ、とりあえずノイズを取るのは大前提なので、ノイズは皆さん取ってください。グッと取っていただいたら、次にシャープをかけてください。で、どれぐらいシャープをかけたらいいのかというとですね、もう基本的に今みたいにあんま変わんないじゃないですか。ディテールというか細かいところって見た感じ、ここは取れたと思うけど、ここら辺あんま変わらないので、そんなにできるように上げなくてもいいです。だけどノイズでザラザラの画像とかあるじゃないですか。そういう場合はやっぱりノイズグイッて取らなきゃいけないじゃないですか。そういう場合はやっぱりシャープもグイッて上げてください。 OK です。画像によってちょっと異なります。で、今回はあまりノイズ経験してないので、30ぐらいしかしてないので、もうこのシャープももう30ぐらいでいいかなっていうイメージです。そんな上げる必要はないかな。ただし、せっかくノイズ軽減をしたいのにシャープを少しかけてしまうと、この部分が復活するんですよ。わかります。せっかくノイズをね、柔らかくぼかして取ってるのに、それにシャープかけたらまたノイズ出てくるわけじゃないですか。言うてることはわかりますよね。なのでここで出てくるのがこのシャープマスクっていうマスク、これを使うことによってどうなるのか。ただやっても何やってるのかわからないと思いますので、そこで登場するのがここではオルト、シフトおっしゃいました、オルトです。
トを押しながら、またさっきのね、あのロコ量とかね、クローラベルと同じようにオルトを押しながらこのマスクをいきますよ。ふいーって上げますと、こういう風にやっていきます。これ何のこっちゃかと言いますと、このシャープ、わかりますよね、シャープのかけているところが白いところだけですよっていうのがこういうところです。要は黒い部分はシャープはかかりませんよっていうのです、はい、これだと全部にシャープかかりますよ。だけどこうすると黒い部分だけはシャープかからない、白い部分はシャープがかかるっていうことは、どういうことかというと、この部分はせっかくノイズ取りましたよね。でシャープをかけました。だけどこの部分にシャープかけたら困るじゃないですか、ノイズが復活するんで。なのでこの部分はマスクでシャープをかけないようにして、こういう部分とかをシャープをかけるようにしてくださいっていう感じです。それがいわゆるシャープのマスクですね。